ってました。あーすごいなーって、みんな飛び出してきたでしょ。俺も、ビルの影のあっちに行こうと思ったら、もうそれからでもブーって揺れてましたからね。このビルなんかボンボン揺れてましたからね。収まった時には関東大震災かなと思ったけど、もっとね、東北の方がひどかったってことを気づいて、知りましたね。そういうの、変わったかな。何も変わってないな。まあないですね。影響変わったとか、そういうの、震災で変わったとか、そういうのもあんまり自分で感じないですね。はい、6畳とキッチンがあるのかな。でお風呂はあるけど、そういう狭いところですね。6万ぐらいだからね。夏場は扇風機はないし、クーラーはもちろんないし、冬場もこたつはあるけどね、まだ節電でまだ使ってないけどね。あ、1回ぐらい使ったね。あとはね、あとは、ああそれだな、練習か、今はもう練習か図書館に行ってるかですね。あのおしんですよ、おしんの精神で。昔流行った映画で、あのおしんドラマあったじゃないですか。おしん、おしん物語、おしん、我慢と辛抱とか、そういうのが好きなんですよ。ギャンブルはもうずっとやってました。もう19、東京出てきてね、すぐもうギャンブル、あの草競馬ですけどね、大井、船橋、浦和、川崎の草競馬を、自分の休みがほら水曜日とか寿司屋だったら日曜日は休めないから、あの平日ですね、平日はもう俺の場合は必ず行ってたんですね。もう大好きだったんです。もう給料みんなつぎ込んだりして、もうそう大好きで、もう毎週、要するに毎週欠かさず行ってました。これ10年間、自分では行ってたんですけど、あの昔のあのドキドキ感っていうのが、あの昔のほら動物とかなんとか、あの原始の人が狩りに行くでしょ。狩りに行く時のあのこうじっと潜んでて獲物を狙って、その時のドキドキ感がすごいんですよ。そういうものに似たような、だから DNA で男の場合はこう繋がってんじゃないですかね。ずっと伝わってきてんじゃないですかね。要するに競馬もギャンブルも、あの昔の狩りと一緒ですね。そういう感じですね。あの高揚感ね、狩り。愛してる言葉なんか知らない、捨てたかもね、昔だいたい夢も場所がなくて、切ない恋愛は今までほとんどないです。結婚もしてないですね。恋愛関係ってのはないな、そういうのあんまり。友人とかだから仕事仲間しか今までいなくて、だから友人っつったらその田舎、東北に帰った岩手ですけどね、その一人ぐらいかな。あとは知り合いっていうか、知り合いぐらいなもんですね。競馬場に会うとか、そういうぐらいですか、今は。特定な友人っていうのは一人ぐらいしかいないです。ああ、そういうのはね、将来とかそういうのはね、なるべく思わないように決めたんですよね。不安になるから。だから将来不安、みんな今の世の中将来不安で、そういうあの金をあの使わないとか、そういう風になってるんでしょ。みんなやっぱり将来不安ですよ。だから俺の歌にもあるけど、明日のことでも分かんないんだから、ましてや自分の未来っていうのは、要するに
わからないことをいくら思って悩んでも解決できないことだから、なるべく悩まないように、将来のことは思わないようにしてます。孤独死も何もあるか分かんないけど、そういうことを思ってもしょうがないから思わないように進めてますね。目的はないですね、生きる目的は、生きれば今日生きればいいんじゃないですか。今日来て明日が来て、それの積み重ねで、死ぬ時は死ぬ、まあ潔く死ぬ時は死ぬ、そんな感じ。愛してるでした。どういう人生かと言われると、まあ失敗もしたし、成功っていうのは今までにないから、だから成功だな、成功を目指して夢見て生きるしかないですね。今までの人生は失敗だったからね。失敗するのは普通に生きてきただけだけど、まあ田舎で失敗は田舎に帰って寿司屋でうまくいかなくて、それが唯一の失敗か分かんないけど、あとはまあ楽しいことばっかりかな。彼はだから執着はしないけど、今はもう執着しないけど、やっぱり夢としたら、やっぱり成功っつったら金になった、自分のやってることが金になった。まあ給料とは別のもんだろうけど、給料もそうだからね。でもね、やったことに対しての報酬だから、だから夢。将来はもう考えない。